シャボンディ諸島の戦いにおいて麦わらの一味は完全崩壊を喫した。七部会バーソロミュークマによって一味は全員どこかに弾き飛ばされ、ルフィもまた三日三晩空を飛び続けた末に見知らぬ島に着地していた。そこは女系戦闘民族クジャの住む国、尿ヶ島アマゾンリリー。男子禁制のその国を滑るのは桜花七部会の一角ボア・ハンコックだった。はじめ粗暴に振る舞うルフィに敵意を抱いていたハンコックだったが、やがてルフィの大気に触れたことで心を許すようになる。そんな中、重大な事件が報じられる。黒ひげマーシャル・ディ・ティーチがルフィの兄危険のエースを捕らえて新たに七部会に任じられたというのである。海軍はエースの公開処刑を決定。それを知ったルフィはエース救出を決意する。ルフィはハンコックの協力を得て大監獄インペルダウンに潜入。獄内で再会したバギーやミスター2、ミスター3などの協力を得てエースが捕らわれているという最深部レベル6を目指した。しかし独特の身の能力者である監獄所長マゼランの猛毒に敗れ、ルフィは瀕死の状態に陥ってしまう。それを救ったのはミスター2と革命軍幹部イワンコフだった。死の間際で奇跡的な復活を遂げたルフィはイワンコフ、ミスター2の協力を得てついにレベル6に到達。しかしエースはすでに海軍本部へと連行されていた。ルフィは後を追おうとするが、異変を察知したマゼランの指示によりレベル6に閉じ込められてしまう。地上へ脱する術を失ったルフィたちは万事休すかに思われたが、ここを抜けたきゃ俺を解放しろ。俺ならこの天井に穴を開けられる。どうだ麦わら。イワンコフの意見を受けてクロコダイルの解放に渋々同意するルフィ。さらにもう一人の男がルフィに声をかける。五将の頼みだ。わしも連れて行ってくれ。必ず役に立つ。エースさんとは彼が白ひげ海賊団に入った時からの付き合いじゃ。わしはこの戦争に反対したことでここにおる。エースさんを救いたいんじゃ。頼む。わしに死に場所をくれ。いいぞ。かたじけない。その男は桜花七部会の一人、海峡のジンベエであった。逃げるぞ。誰一人逃がしはせん。エースさんはもう海の上。急いでインペルダウンを脱出するんじゃ。ここはわしに任せてもらおう。俺は好きにやらせてもらうぜ。Yes!
しの本領見せてやるわい。ついてきなさい。この監獄にはあるはずのない道が至る所にあっているのよ。Ah! Ah! 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 Ah!
先はレベル4。なんとかしてここを突破するわよ。クラッカボーイ、バナータならこんなもん簡単に壊せるんじゃ。ねえのかよ。あいつはどこ行ったのよ。すぐに探して連れてくるのよな。極殺銃か。面倒なのが出てきやがった。待ちなさい、クラカボーイ。言わんこふ。バター氏たちを裏切るような行動はしないことね。バター氏はバナータの弱みを一つ握ってるのよ。バナータがルーキーと呼ばれた時代もね。おとなしく力だけ貸すのなら黙っててあげるけど。ヘーボー、貴様。イワちゃん、こいつ俺の仲間にひでえことしたやつなんだ。やっぱり信用できねえよ。心配なし、ベリオ。何かあったらバター氏が抑え込むから。さ、先を急ぐなよんな。